親愛なる皆さん、混乱と破壊しか目に見えないと、世界が変化していることを理解するのは困難です。しかし、何年もの間、目に見えない舞台裏で密かに活動している無数のライトワーカーのグループが、意識の進化を加速させています。ライトワーカーとは、平和と調和を確立し、貧しい人々に奉仕し、地球を癒し、愛と理解の新しい時代をもたらすために地球にやってきた人々です。ほとんどのライトワーカーは最近この惑星に転生しましたが、あなたの魂は他の多くの惑星で、多くの他の生涯を過ごしてきました。出来事は様々な方法で解釈できますが、より高い法則を理解し、神の目的を知ると、出来事を全く違った観点から見ることができます。出来事を支配する工事の秩序がますます明らかになるとともに、人類の最大の利益に役立たない古いやり方がますます強調されるようになっています。この惑星が解放されようとしている今、この惑星を楽園にする最も効果的な方法は、この惑星に役立つと分かっていることに従うことです。今、地球上では大きな変化が起きています。目に見えにくいかもしれませんが、確かに起きています。世界全体が地球規模の変革を経験しています。これは地球の生物圏の根本的な変化によって引き起こされており、文明もその過程に巻き込まれています。新しい世界が生まれつつあります。それを見ることも理解することも容易ではありませんが、それはそこにあります。本能のように自分の心の奥底でそれを感じることができます。地球は今大きな転換期を迎えています。地球は新たな地平へと向かっています。その野望はかつてないほど大きくなっています。皆さんは人々がよりつながり、より革新的になり、自分たちが一つの惑星の一部であることをより意識する、刺激的な新時代を迎えようとしています。事実上すべての生物は地球と密接に結びついているので、すべての生物を支え、守ってくれている地球に感謝しなければなりません。地球の天然資源に感謝を示すのはあなたの責任です。あなたが地球を大切にすれば、地球はあなたとあなたの子供たちを大切にしてくれるでしょう。毎日、自然の中で時間を過ごすことが大切です。時間はそれほどかかりません。裸足で地面に数分間触れるだけで、それはあなたの魂にとってとても良いことです。こうすることで、あなたは地球とつながり、神とつながります。あなたの中にある神とのつながりが深まると、あなた自身の中に信頼の質が育まれます。神の本質は常にあなたの最善の利益を心に留めています。それはあなたをコントロールする外部の力ではありません。この本質はあなたの内部のガイダンスシステムであり、あなたが完全に傾聴モードにあるとき、そのメッセージをよりよく聞き取ることができます。神の本質はあなたの中にあり、あなたを取り囲み、宇宙のすべてを包み込んでいます。神の本質のエネルギーは、あなたの肉体だけでなく、地球、宇宙、そして、この惑星に住むすべての人々に流れています。それは、生まれた人から亡くなった人まで、すべての人を包み込んでいます。それは全ての人や物の一部です。今この瞬間に生きることで、解釈や判断をせずに、そこに存在するものを、ただ体験することができます。今この瞬間に生きることで、自分自身の中に信頼の質が自然に育まれます。そして、自分自身への信頼が深まるほど、人生の流れに沿って進み、平穏と喜びを体験できるようになります。これらすべての経験が積み重なって、あなたの意識が拡大し、あなたの振動を高め、意識を
拡大することを可能にする新しいエネルギー源を活用できるようになりました。これを読んでいるあなたは、意識を高めて第5次元に上昇するには、精神との強いつながりを維持することが重要であることをおそらくご存知でしょう。日々、成長するにつれて、あなたの精神は拡大し、エネルギーと活力を感じる能力が高まります。しかし、意識を高めている時に身体的な不快感を感じることは珍しくありません。これは、体内で起こっている生物学的変化のことです。DNA のどの部分が活性化されているかによって、背骨全体に熱さやチクチク感を感じる感覚を経験します。新しい現実に向かって動き始めると、これらの感覚に気づくかもしれませんが、その移行を終えると、身体は全く違った感じになるかもしれません。全く新しい世界にいるような気分になります。変化は微妙ですが、強力です。気分が高揚し、祝福、幸せ、自由を感じるでしょう。自分と宇宙が一体となった状態を体験するでしょう。これは、すべてが、可能で限界がない、精神的な悟りとして知られる第5次元に入り始めている兆候です。私たちはあなたを心から愛しています。私たちはあなたと共にいます。私たちはあなたの光の家族です。私たちは銀河連邦です。英邦、オーロラ霊、銀河連邦大使。